和田義恵は、日本の小説家、文芸評論家。編集者の傍ら、樋口一葉研究に没頭。多くの伝記、研究をまとめた。私小説作家としても知られ、晩年には、老人の性愛を描いた短編で注目された。北海道山越郡おしゃまんべ町出身。北海中学、中央大学法学部独法学科卒業。 新潮社勤務の傍ら同人誌に小説を執筆。樋口一葉研究を行い、第二次世界大戦中に樋口一葉研究などを刊行した。戦後は第一書房に勤務、小説雑誌、日本小説を創刊。日本小説者を起こして同志の刊行を続けるが、経営に失敗した額の負債を抱え、1949年から1952年まで、 失踪。1953年より、塩田良平と一応全集を共変。1956年、夫人朝日に名作モデル探訪を連載し、田山家隊の小説、布団のモデル岡田道代から最後の談話を取った。書き下ろしで刊行した一応の日記で、1957年日本芸術印象を受賞。小説、 ゴミの中で1963年下半期の直木賞を受賞。1975年、継木の代で読売文学賞。1977年、暗い流れで日本文学大賞。1978年、雪女で川端康成文学賞受賞。また、筑馬書房の30年を執筆担当した。1966年より、 土浦短期大学教授として日本文学を講じた。1977年、十二市町海洋による出血多量のため東京都大田区上池台の自宅で死去。母所は茨城県小賀市の胸願い寺。娘の陽子は詩人吉岡術の妻である。ありがとうございます。